黐嗰場係三中堅嚟㗎。試合開始を前にしたスタジアムには独特な雰囲気が漂い始めました。セックはエルアルコラスへようこそ。実況は西岡明彦、解説には落ち着いた語り口でおなじみ福西隆さんをお迎えしています。見逃せない試合になりそうですね。今シーズン3試合を消化し、チームはこれ以上望めないほどの成績を収めています。このままなら優勝も可能でしょうね。しかしライバルも黙っていないので油断はできません。今日の試合も含め確実に勝ち点を積み上げていくことが優勝につながります。何かしてきそうですが、クロスがゴール前、ボールをクリアしました。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。ジェイソン自演名だ。之前同我同我哋同队。系啊，周启贤 N 要。仕掛けてくるのか。有咯。入った。早くも先制点が生まれました。仲有个落咧。唔系以前系一三五嘅。早くもゴールが生まれています。中場前鋒、不過我們很快沒頂了。味方を走らせます。チャンスには繋がらなかったようです。他呀、一般啦，即不過よく見えています。ゴールに向かっています。これは狙います。有啦，兩分。また決まった。呢下幾靚，大家冇插曬入去，即等一等。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。ボールは相手に渡ります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。あの選手が止めなければ入ってましたね。激しく競り合います。ワイナルドゥム、チャンスを伺っています。中央中央、少し前を狙いすぎましたね。キーパーが処理しました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。サポートが寄ってきた。
ディフェンダーがうまく読んでいました。ワイナルドゥム、相手ボールになりました。素晴らしいボールです。これはオフサイドです。チャンスでしたが飛び出しが早すぎましたね。ここはディフェンダーが読んでいました。オーバー、タックルが決まりましたがスローインです。ボールを奪われます。ここはフリーキックを与えられます。これは相手にパスしてしまいました。裏も見えていたのか、可能性もありましたが攻撃は失敗に終わります。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。クロスを上げた、中はフリーだ。このクロスはキーパーが弾き返す。ワイナルドゥム、哎呀又走了，好走好走，怎么？攻撃はここで止められます。ドリブルで持ち込んでいます。好好狙ったゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。ワイナルドゥム、アタッキングサードに入ってきた。華麗なパスですね。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。ボールを持って上がります。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト、コーナーキックになりました。ボールを近くの味方へ、これは見事なインターセプト。スコアは2対1。ここでハーフタイムを迎えます。ここでハーフタイムですが、後半もこの調子ならジャイアントキリングが見られそうです。はい、ここまで結果が出ています。後半戦の開始です。ここはサイドへパスを出します。いいカットです。ボールを奪いました。スローインが与えられます。キム、リー、パスを求めて下がっています。見事なインターセプト。
ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。うわ、相手が触ったボールはスローインになります。ワイナルドゥム、サイドへパスを出します。クロスを出せるか。いいパスを出しました。ディフェンダーのインターセプト。ボールを取られません。強いですね。このミスは痛い。相手にパスを出しました。前に運んでいます。打つか。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。ショートコーナーを使います。プレーは止めません。主審が流していますね。格上のチーム相手にここまでよくリードしてきましたね。はい、ここは抜いてきた。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。このパスはカットされます。ゴール前に入ってきました。ここはディフェンダーが読んでいました。ボールを運んでいます。これはコーナーキックですね。ボールを近くの味方へ。リー、いい位置です。ボールはラインを割りました。ポストに当たったようです。主審オフサイドでプレーを止めます。プレスが効いている。インターセプトでチームを救いました。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。レフェリーはアドバンテージを取っています。絶妙なパス。狙う。綺麗な弧を描いた。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ボールを失います。危険な位置です。緊張感が増してきます。強いですね。ボールを取られません。裏も見えていたのか。ピンチを出します。相手が寄せてきます。ここは味方を使います。何をしてくるのか。打てるか。見事に止めました。スーパーセーブです。これはあるか。キーパーの構成、やっと本来のプレーが出てきましたね。膠着状態が続いていますが、試合終了まで何が起こるか分かりません。クロスはディフェンスが阻止。さあ残り時間はわずか。追加点を決めて試合を決められるでしょうか。さあボールを蹴った。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。
コーナーからエリア内へ。オーバー。頭で決めました。ではリプレイを見てみましょう。お手本のようなコーナーキックですね。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。タックルでボールを奪いましたがタッチラインを割ってスローインです。うまくボールを奪った。ここはカウンターアタックを狙うか、カウンターから仕留められるか、思い切って打てるか。カウンターから得点を狙いましたがここはうまくいきません。サイドからの攻撃を狙います。折り返せるか。ここで止められました。惜しかったですね。オブヤ方針に入れてオブ絶妙なパスが出ました。行くしかないセーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。中に入れた。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。ここで決められるか。決まった。ハットトリック達成です。シクリスさん、この選手は大活躍ですね。いや本当にすごいですね。この勢いなら4点目もあるんじゃないですか。ボールは相手に渡ります。試合終了です。アウェーチームが勝利を収めました。試合を終始コントロールしての圧勝でしたね。狙い通りのサッカーを展開できていました。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。